さっきからそればかりね。だってあんなに盛り上がったんだよ。楽しくないわけないって。ユキナだってそうでしょ。そうね、否定はしないわ。お父さんが歌を歌えて、みんなとあの曲をやることができてよかったと思ってる。うんうん、やっぱりユキナはそうやって笑っている方がいいよ。からかわないで。からかってないって。私は本心で言ってるんだからさ。お、アクセサリーショップがある。ねえユキナ、ライブの記念にロゼリアのお揃いの何かを買って帰ろうよ。記念なんて、ユキナがオッケーしてくれるわけ。たまにはそういうのもいいかもしれないわね。そうそう、たまにはって。本当にいいの？どうしてそんなに驚くの？言い出したのはリサじゃない。そうだけどさ、まさか本当に乗ってくれるとは思わなかったから。どうしよう、かなり嬉しいかも。それじゃあ行こっか。いろんなのがあるね。どれがいいかな。あ、このブレスレット、アコが好きそうじゃない？でもドラムを叩くとき邪魔になっちゃうかな。お、こっちのネックレスはサヨに似合いそう。このヘアアクセはリンコに。リサ、ロゼリアの探すんじゃなかったの？ごめんごめん、アクセサリーとか見てるとあの子に似合いそうだなとか、こういうのつけたらいいのになとか思っちゃうんだよね。まあリサらしいと言ったららしいけど。あ、このバラのアクセサリーかわいい。ん？なんかいいのあった？これなんだけど。へえ、かわいいじゃん。これにしよっか。うん、ユキナ嬉しそう。ユキナは今までお父さんの無念を晴らすために音楽を続けていたけど、みんなでバンドを始めてから少しずつ変わってきてる。ユキナが楽しそうでよかった。何？ユキナが楽しそうだなって思ってたんだ。何よ突然。なんとなくそう思っただけ。ねえユキナ、このアクセサリー次のライブでつけようね。ええ、次の練習の時にみんなに渡しましょう。うん。